足利市柳田町にあるやぶそばさんに来ています。久しぶりにそば来たよ。しかもこのお店は十割そばです。のれんに名前変えてありますね。隠れ家感満載でいいです。私は一番乗り。店内はテーブル席に小上がり席。メニュー発見。そば屋さん感出てる。メニューです。まずはそばかうどん選べるセット。そば屋さんなのにこの充実は嬉しい。米も麺もいただけるので最高。揚げ玉は無料サービスだって。裏面は単品メニューが並びます。スタンダードのものからカレー系に大根そばやきのこそば、ご飯ものや丼ものも。季節のメニューやおつまみ、飲み物があり、大盛りは150円増し。きのこそば850円。ダーリン、わー、めっちゃ美味しそう。たくさんのきのこにわかめかまぼこ、濃い色のスープがたまりません。温かいおそばで温まるね。うまげ。スープを見てみましょう。澄んだ濃いめの色、いい匂い。そばを見てみましょう。十割そばのお出まし。中にはプツプツです。スープから飲みます。お、しっかり味のついたスープです。そばはどうかな。香り高い優しいおそばです。うまいなこれ。わかめも食べてっと。きのこだしに合う。そしてきのこを見てみましょう。しめじになめこかな。わんさかわんさか入ってて嬉しい。きのこ好きにはたまりません。きのこを食べてみるよ。きのがぶ。また落としてる。あー、この食感もたまらない。きのこ入りそばもうまいわ。天丼セット1300円。たらりん、わー、すごいボリューム。薬味やお漬物、やっこがついて。きたぜ、十割そば。みずみずしいそばが美味しそうです。天丼は優しめのビジュアル、ふんだんに載っています。これは嬉しいわ。やっこ嬉しいですね。木綿豆腐ですね。定食は豆腐が嬉しい。さっぱりすっきり嬉しい。そばはどうかな。一人前は普通にある量です。中のプツプツがたくさん。漬け汁につけて。あら、うまげ。それではいただきます。固めの茹で加減が最高。コシがあり、そばの香りが。そばはやっぱり落ち着くな。ネギの薬味がいい仕事してます。これは箸が止まらない感じ。やっぱりそばはうまいわ。天丼を見てみましょう。まずはナスです。お次はマイタケ。次はシシトウです。こちらはカボチャ。こちらは私の好きなエビ。衣がお花のように綺麗です。ご飯はこんな感じ。それではいただきます。ナスはとろとろ。やっぱりナスは美味しいな。タレはサラサラ系の優しい感じ。お次はマイタケです。肉厚のマイタケ美味しい。米が進む、はかどる。天丼ってそばに合うな。美味しい。
大好きなエビです。私の取り方が下手で衣は剥げちゃったんですけど、ちゃんとくっついてましたよ。エビは弾力があってうめえ、もう最高。ナスの中はこんな感じです。エビの尻尾までいきます。衣にはさっぱりのタレが美味しいな。そば湯も来ましたよ。入れすぎか。それでは飲んでみましょう。あー閉まるね。飲み干し完了。きのこそばごちそうさまでした。天丼セットごちそうさまでした。それでは振り返りです。隠れ家でいただく十割そば最高でした。きのこたっぷりのきのこそばもめっちゃうま。天丼は優しいタレが米進む。天ぷらたくさん乗ってるのも嬉しかったです。本日はごちそうさまでした。